レモンと大葉とシラスのスパゲッティを作りたいと思います。これ夏のね、よくイタリアでやっぱり南の方でねよく食べられてるものなんですけど、まあ、大葉はないですけどね、バジルでもいいです。まあシラスは年中あるやつですから、お子さんも大人も好きですからね。あ、じゃあパス入れますよ。あ、入れた。飾り付けをもいきますから。これはねレモンをこれ飾りますから。大葉をこういうふうにね。ね、大葉でも好きがあるからね。嫌だったら入れなくていいですか。これ入れなくていいですよ。ソースなんて30秒でいきます。え？もしも辛いオイルがないわって言ったらこういう七味、こういう粉末にするとこれ入れます。ニンニクが、こう香りが出てきます。そしたらこういう風にねパスタのオイルちょっとシラス入れる前に入れる、まあ、入れる前にこれパスタ入れますね。はい、シラス入れます。大葉も入れますよ。でこれでレモンはね最後にかけてくださいね。なぜかというと飛んじゃいますから、火入れちゃうとね、酸味が苦くなっちゃうんでね、ここ入れます。でこれ煽って、まあこういう風に、はい、できました。完成です。